寒気が流れ込んだ影響で、都内は真冬並みの寒さが続き、各地で雪が降りました。午後2時です。桜の開花があった千代田区でも雪が降り始めました。低気圧が発達しながら本州の南岸を移動した影響で、桜の開花が始まった都心でも雪が時折強く降りました。現在気温計は3度を示しています。雨が一層強くなってきて、街を歩いている人は厚着をして寒そうにしている人の姿が多く見られます。辛い。辛いね、寒くて。寒いです。非常に。手袋、マフラー。春になると思ったのに、びっくりしてます。朝から雨だった八王子市も、雪混じりとなってきました。八王子市では真冬並みの寒さとなり、みぞれ混じりの雪が降る中、足を早めて駅に向かう人の姿が見られました。寒いですね。これもう八王子は特に寒いということで有名ですからね。朝の時下旬にこんな雪降ると思いました？いや、まさか。もう晴れるのを想像してきたんですけど、残念です。桜が見たかったです。まだ8度早かったな、桜はな。低気圧の接近に伴って山沿いでは大雪となる見込みで、明日午前6時までの24時間に降ると予想される雪の量は、関東北部の山沿いで40センチ、平野部で10センチとなっています。気象庁は路面の凍結など交通障害に警戒や注意を呼びかけています。